彩り鮮やか。はい、やってまいりました。河原職員のヒーローにインタビューの時間です。この番組はさまざまな分野の専門家の方をゲストにお招きし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活に生かしてもらえれば幸いです。また僕らの本職は屋根職人ですので、まあ、番組中多々舌を噛むことがありますが、現場目線で役立つ情報を常に発信していきますので、最後までお付き合いください。この番組は屋根と漆喰のことなら守礼ホームの株式会社守礼ホームがお送りいたします。本日のパーソナリティは石島がお送りいたします。はい、さっこさん今日はい急にまあそうですね、はい。実はですね、今日またスペシャルなゲストさんをお招きしておりまして、はい、まあちょっと CM の後紹介していこうとは思うんですけど、はい、ぜひ今日は、まあいつもなんかその何ですかね、工場関係とか職人系がゲストで多いような感じがするんですけど、はい、初めて女性のゲストさんをお招きしてますので。そうですね。でも今日のゲストさんもね、はい、職人といえば職人ですよね。職人といえば職人ですね。そうですね。はい、じゃあ早速 CM の後また紹介していきますので、よろしくお願いします。今井パンは地域に根ざしたパン屋さん。わあ、発酵バター使用のクロワッサン、EM 牛乳のカスタードフレンチトースト、沖縄の世界遺産をモチーフにしたオリジナルのお菓子まで、あなたの毎日に寄り添う今井パン。今井パンは那覇市マージ本店、古島店であなたをお待ちしております。買いたいんだもん福島ス。宜野湾市社会福祉協議会チャリティーボウリング、7月から9月の間開催。収益は福島ス購入に充てられます。詳細はホームページまたはブログにて、お問い合わせは 892-6525。 ご協力よろしくお願いします。宜野湾社協。つけ麺つるつる、つけ麺つるつる、つけて食べてまーサンド。つけ麺もちもち、つけ麺もちもち、種類が豊富でレジナトン。できたできた、世界一のつけ麺が夢の屋で検索。足場組み立て解体飛び工事のライト工業、沖縄のさまざまな現場で活躍します。随時従業員募集中。君も男の現場でかっこよく働こう。初心者も一から丁寧に教えます。お問い合わせは 090-1948-1197。 足場組み立て解体飛び工事の大都工業。宮古島に行くなら民宿一泊目がおすすめ。レンタカーもついて、一棟貸しだから気分はもう別荘。大自然に囲まれて海も星空も思う存分に楽しめるよ。空港までの送迎もあるみたいだから便利だね。宮古島一泊目で検索してね。ここいいだろ、アジア料理のお店。アートギャラリーもあって展示会もやってんだ。気に入った？ねえ、 LINE で返事すんのやめないか。心奪われるお店アートバブー。アートギャラリーのあるカフェ&バーでお腹も心も満たします。横浜中華街アートバブー。はい、この番組は、屋根と漆喰のことなら株式会社守礼ホームがお送りいたしております。はい、それではですね、早速ゲストさんの方を紹介していきます。本日のゲストさんは、出張サンバステーションうるま助産院むすび屋の板垣文恵さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと説明が、まあ、男の僕からするのも難しい部分があるので、ちょっと業務内容というかこのお仕事の内容を軽く、はいはい、説明していただけたらなと思います。はい、私は助産院っていうところは、お産をサポートさせていただくんですけども、その中でも自宅出産っていうところのサポートを主にしていて、出張でその方のお家に行ってお産をサポートして、その後のお母さんとか赤ちゃんのお世話をする、そんなお仕事になっています。はい、なるほどですね。妊娠中からもね、お家にね、はい、行きましたね。はい、行きます。今日はそうです、説明にあった通りちょっと助産師さんに
助産師さんで会ってますよね。はい、助産師さんに昔のサンバです。サンバさんですね、はい、サンバさんが一番合ってますね、はい、そうですね、はい、すごいですね。本当は多分女性スタッフが対応したらよかったのかもしれないですけど、まさかでちょっと僕がいやいやいや、もうその体験者だから余計に。あ、そうですよね、実はうちの子、はい、あの最近生まれたんですけど、ね、板垣さんにサポートしていただきまして、はい、で、あれですよね、その出産サンバさんっていう言葉自体最近全然聞かないですし、具体的にはその助産院とその病院の出産と自宅出産ってちょっと何が違うのかなと。そうですね、助産院っていうのは正常な出産しか取り扱ってはいけないっていう風にされていて、で病院はまあ、いわゆる正常から逸脱っていう言い方をするんですけど、例えばちょっと血圧が高いよとか、赤ちゃんの心臓が少し気になるなっていうのでも、医師の協力のもとそこは大丈夫なんですけども、はい、助産院では正常なお産しか取り扱ってはいけないっていう決まり事があるんですね、はいはいはい、うん、そこが大きな違いかなと思います。あ、なるほどですね、うん、助産院も病院と比べたら割と、うんうんうん、なんていうか許容の幅は広いけど、あ、なるほどなるほど、助産院と自宅出産の違い、ね、はいはいはい、やっぱりね、助産院はその例えば今沖縄だったら母子未来センターっていうところがあると思うんですけど、そこではその場でいろんな機材が揃っていて、ここに来てお産してねっていう状況なんですけども、私の場合は自宅に助産院の荷物を持って行って、その方が生活しているそのなんていうのかな、生活している一部として赤ちゃんが生まれることをサポートするっていうような感じだなっていう感じですね。なんか荷物をね、はい、そうですよね、結構持っていきましたねこれ全部あれですか、お家にあるものでお湯沸かしたりとかそういう感じですか？ね、もう赤ちゃんの元気さを調べるようなモニターとか、うん、お産の時に使うような手袋とか、なんかこう機材があって、へそを切るハサミみたいなのは全部持ち込んでいきます、うん、はい、そうですよね、もう実際生まれる前に男性側にも結構いろいろこうなった場合はこうしますのでみたいな、結構覚悟は求められたと思ったんですけど、どうでしたか覚悟しましたか？覚悟しました、ね、あ、ねえねえねえ、未知数なことがばかりなので、でもその覚悟っていうのがきっと忘れている、私たちが忘れている部分だと思うので、なんかその覚悟を一緒にこう超えていくっていうか、はい、サポートしていくのが助産院のならではのお仕事だなって思っています。そもそもはその、うん、まあいきなり自宅ではなく、もちろんその助産師さんやられてとかいろいろ経緯があるとは思うんですけど、そのお産をこう仕事にしようと思ったきっかけとかってあったりするんですか？もともとは自分の親がナースだったので、こう医療職に就くことに関しては、あ、これはなんかこう女の人でも食べていける仕事だなぐらいな気持ちでいたんですけど、就職の時に何だろう、迷う、はい、このまま就職してもいいのかどうしたいのかなって時に、あ、なんかふーちゃんってカポギが似合うよねとか、サンバさんが似合うよねっていう風に言われて、うん、あ、はいはいはい、そうか、助産師っていう仕事もあったんだっていうところで進学を決めて助産師になりました。だから最初看護学校の時には助産師になろうっていうのは全然なかった。あ、そうなんですね、うんうんうん、なんかちょっと聞いた話だと、うん、どこでしたっけ、内地の方で最初はやられてたんですよね。はい、内地の大阪の大きな病院で、今でいう、はい、沖縄でいうと県立中部病院とか南部医療センターのようなところの総合病院で働いてたんですけど、なんかそのどちらかというとそのなんていうか自然なお産というか、うんうん、病院じゃないお産の方向にこうシフトしていったきっかけとか、なんか思いみたいなのがあったらちょっと聞きたいなと思うんですけど、
なんか最初働き始めた時はこう業務ができるっていうのがとても嬉しくて、2年目3年目ってなんかあちょっといろんなお仕事できるようになってきたわと思うんですけど、なんか慣れてくるとどんどん目の前の人の現象がよく見えてくるようになって、でそうするとあこの人自分の力でもっと埋めるんじゃないのとか、もっと待てるんじゃないのっていうのに対してもやっぱり医療的なことで必要だからということで、あの陣痛促進剤を使ったりとか、はい、危険を回避するためにっていうあのことで帝王切開になったりすることがね、多かったんだけど、なんかそれがちょっと不自然に感じてくるようになることが多々あって、いやそれはもうね、あの病院の移行とかで当たり前のことなんだけど、なんかその人にとってそのことが本当に必要なのかなっていう思いが生じてきたり、あとこの何人もこの分娩進行者っていうんですけど いらっしゃる中で、この人とこの人今日産ませといてねっていうようなあのなんか言葉だったり、はいはいはい、そういうところにちょこっとね、ちょっと業務的な感じに引っかかってきてて、なんかまだ若いからそれをね上手にこう伝えられなくってはいはい、はい、あこうなんかこう苦しそこの場にいることがなんかちょっと苦しくなってきたんですよね、物じゃないのにみたいなところですね、そうですね、はいはいはい、命へのなんかもっと大事なことがあるのになっていう悶々とした思いでちょっといたかな。でそのもうねそこに入れなくなっちゃって、その疑問が生じてくると、はい、でちょっとやめたんですけど、はい、まあそのね、自分自身の体も壊しちゃったりとかして、こう休息しながら次どうやって生きていこうと思った時に、はい、やっぱりなんかお産は好きだなっていう思いもあって、なんかちょうどその時に、愛知県岡崎の吉村院っていう、はい、小さな産院があるんですけども、はい、その先生の、講演会に聞きに行って、はい、多分人生変わったんだろうなって思います。具体的にはどんな講演会だったんですか？なんかね、生まれるものは生まれるとかね、そうだな、命に対しての考え方の揺るぎない哲学があるっていうような感じで、批判もとってもされるところではあるけども、はい、あの命をつぶさに見てきた先生のこのなんかこうね、魂の中からこうほとぼし何って出る言葉っていうのがすごく胸に、はい、あのなんかね突き刺さって、なんか大事なものを今私はこうに出会ってるんだなっていうので、こうなんか泣けてきてしょうがなくて、はいはいはい、その講演会終わって先生に駆け寄って、先生、はい、研修に行かせてくださいって、早速そうなんですね行って、もうそのそうね、結構間を空けずにすぐに研修に行って、はい、その吉村院のお産現場だったりとか先生とのお話の中でものすごい大事なことを得たっていう感じですね、うん、具体的にはどういう、うん、その、まあ、普通の病院とのご経験されて、うんうん、そういう自然のお産の方の病院というか、ね、吉村院にいて、吉村院さんの方ってどんな違いというか、うんうん、なんかね、まずこの陣痛のそのお母さんの声を聞いた時に、はい、なんだか泣けてきて、陣痛のお母さんの声、そう、なるほど、痛いって言ってる声を、で私たちは病院ではなんか息をこうコントロールするっていうか、変かもしれないけど、うん、こう息してとかいろいろお伝えしながらサポートするんですけど、なんか何も言わずにその方がしたいように見守ってる、寄り添ってる感じで、そうするとなんかねこう感じたんですよね。どんどんその人のこう鎧とか枠が外れていって、うん、その人の本来の美しいものが今湧き上がってこようとしているなっていうような、そんな風にこう感じてしまって、はい、あなんか人間ってたくさんのものの鎧とかそういうのを聞いてるんだけど、そのお産とか陣痛っていうのは、はい、そういうのを外していく力があるなっていうのを、うん、なんかその吉村院で感じて、あそっか、私のしてきたことって何だったんだろうっていうのが、
まず一つ大きかったのと、そのもう一つは吉村先生と一緒に朝日を見に行ったのね。ははははあのその働き始めて、ああの研修中に、でそこの里山、はい、愛知 の, あの岡崎の里山にこう太陽がこう昇るのを見た時に、はい、もうねこうほら魂がこう今感化されてるじゃない、吉村先生といて、そしたらこの朝日を見ている時になんかこう、あ、人間が生まれる時と、はい、あの太陽が昇る時ってとっても似てるな、一緒なんだっていう風に感じて、はい、この命が生まれる時ってこのどん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 こうなんていうのかな、生まれるっていう、こう、空気が変わってくる感じがあって、はい、お母さんの声が変わってきたりなんかそういうのがあるんだけど、なんか太陽が昇る時にもこう空が白じんでどん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 こう、あ、朝日が出てくるっていうね、予感っていうかそういうのがあるけど、はい、なんかあ、まさにその通りだなと思って、でこうね赤ちゃんの頭のような感じで、はい、この太陽が昇ってきて、でこう辺りをこうね明るく明るくさせるでしょ、なんかその光景が本当にこう、はい、ご出産の時にこの赤ちゃんをあの迎える家族とかお母さんにとっては本当に光のようなあの瞬間ですよね。そんな風にこの人間のこう一生の始めと太陽がこのこの世を照らす、なんかそのなんていうかなタイム時間が同じように感じて、あ、人間の一生とこの太陽の動き、天体の動きっていうのは同じなんだなっていう風に感じたんですよね。できっと雨もあったり台風もあったり雪の日もあったりするけども、太陽自体はずっとずっと光り輝いてるけど、でも人間にはその泣きたいこともあるし、こう辛いこともあったりとかするけど、でも自分の本質的なところはずっとずっと光ってて、ただなんかそれが見えないようにこう雲とか雨とか、はい、あのなんかねそういうのがあるんだなと思って、そして亡くなっていくときには、ね、その人の状況とか環境によるかもしれないけど、あの美しい夕日を、夕焼けを残して見てる方にも何かこう、ね、残してまた次の世に行くというか、あのさ、あ、一緒かっていうのもね悟られたわけですね。悟ったのか分かんないけどこれだったんだみたいなね、はいはい、あの感覚になり、超もうね、このもう満たされた思いのまま吉村先生に、先生ここで働かせてくださいドラマみたいな、もうドラマみたいな感じで家に行きましたね。あ、そうなんですね。そしたらですね、ちょっとまだあるんですけど、はい、この吉村先生がね、はい、なんて言ったと思う。いやちょっと想像つかないですけどちょっと熱血系な感じの人なんですね、はい、あんた許すって言われてなんかドラマみたいな感じですね。ドラマみたいな、もうそこはね忘れられない、許されたんだなっていう感じで、はい、あの、ありがたい瞬間でした。そうなんですね、はい、許されてその場に入ってで吉村院での仕事がスタートしたんですね、はいはいはい、だからね本当にあの後からすごい後から提出はしたんだけど、はい、あの吉村院ではこんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけど、はい、あの履歴書とか出してないんですよ。ははははで、厚生労働省 の, あのチェックが入るときに初めて助産師の免許を出してって言われて、はい、あのもうすごいなんていうかな、自分の話に共感してくれるっていうところでの信頼を得たんだなと思って、はいはい、やっぱりこう業務的なところを超えたところに多分先生がおられて、はいはい、あのなんていうかな、ただ命にこう感動する、うん、あの私っていうのを認めてくれて許されたんだのかなとかっていうふうには思うので、はい、なかなかのね面白い先生でしょ。あ、なるほどですね、はいはい、へそんなことが、ね、はい、ありました。実際は働いてみてどうなかったんですか。あ、まあ、多分全然違うんだろうなとは思うんですけど。そうですね、病院とはもうあれですよね、その産む前から吉村院さんの方でもこう、うん、
泊まり込みでサポートしていくみたいな感じなんですかね。生まれる前から、まあ、いろんな、うん、あ、いろんなプランがあるとは思うんですけど、まあ、ただ生まれる時だけ来るっていう感じでもないんですよね。ああ、そうですね。あのその吉村院って とても独特なところで、はい、あの今この現代において薪割りをしたりとか薪割りをしたりとか、はい、現代において薪割りなんです、ね、薪割りをしたり、はい、妊婦さんがですか。妊婦さんが、でこういう風を衝撃ですね。あのなんていうか妊婦さんがスクワットしながらこう拭いていくんですよ。そうですね、産む力をつけたりとか、でみんなでその薪で割ったご飯でかまどでご飯炊いて食べて、旦那さんのちょっとね、悪口言ってみたりとか、うん、そういうことして、なんかワイワイガヤガヤしながら、はい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 、あ、産むなんていうのかな、エネルギーを蓄えていくっていう、なんかね、古屋活動っていうんだけど、先生は古典的労働っていうふうにおっしゃってたんだけど、そういうのをねやっていく場があって、どんどんそういうところでお母さんたちはなんかね、エネルギッシュになっていたと思いますね。はあ、昔のね、なんかお母さんたちみたいな、そんな感じですね。そう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 、働きながらちょっと井戸端会議して、はい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 、そう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 、で美味しいものっていうよりも、あの体にが喜ぶものを食べてっていうような、だからね、すっごいお母さんたちの太ももが太くてね、たくましかったんですよね。そうですね、なんか男性側の目線からしたら、その妊婦さんって、なんですか、その電車とかでも、その優先シートに譲るとか、大事に扱わなきゃいけない、なんかもう荷物も男性が持ちましょうみたいな感じの印象を受けるので、なんか真逆というか、鍛えていくっていう感じが、強かったですね。はつらつとされてましたね。なんか妊婦であることを誇りに思ってるっていうような、そんなあの方が多かったように思いますね。でそうやって鍛えられた中で、そのフレア活動をしていた人たちがどんどんこうお産をしていって、はい、みんなにこう、こんな子が生まれたよ、あんなお産だったよっていうふうに報告していくと、あ、なんかどんどん私にもできるかもとか、仲間ができたことに対しての、なんかこうね、お産に対する肯定感がどんどん深まっていって、はい、なんかお産が怖いとか、なんかわからないとか、そんな人はなんかいらっしゃらなかった、はい、あ、そうなんです、ね、少なかったかな、そんな気がしますね、はい、ワクワクしてみんな、いつ陣痛来るのかしらとか、来たら、あ、来たとか、そんな感じで、すごいですね、そうなんですね、男側からしたらもう恐怖というか、分からないもんね。でも面々とでもあの女の人がこう命をつないできたことだから、やってきたんだろうな、やれてきたんだろうなと思います。でも今なんかどっかこの底の部分がこう断ち切られてしまったりとか、見えなくなってしまったりとか、はい、こう核家族になってこの、命が生まれることとか、反対に命が死ぬことっていうことがすごい分離してちゃったりするので、なんか私が初めての経験をするっていう感じになって怖くなる方も中にはね、いらっしゃるのかもしれないですね。はいはい、なるほどですね。いやー、なんか出足から濃いストーリーがありましたか。だそこでもう修行され、吉村院さんで修行されて、修行っていう感じですね、はい、で、沖縄に来られた経緯とかもあるんですか。はい、その吉村院に行く数日前に結婚をして、あ、そうだったんですね、はいはいはい、で、しばらく別居婚だったんですけど、はい、どんどんその吉村院でのこのお産とか家族の在り方っていうのを見てる中で、なんか私もこう実は結婚してるのに全然離れ離れだったので、なんかこうね、旦那さんと一緒にいたいなっていう気持ちが生じてきて、旦那様の方が沖縄にいたっていうことですね。まだ福井なんですよ。福井の方にいて、2年ぐらいかな、吉村院にいたんですけど、はい、一旦退職して、福井の方に嫁いだっていうかね、一緒に暮
暮らし始めたっていう状況です。あ、そうなんですね、うん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 、なるほどですね。で福井でもあの滝沢助産院っていう助産院があるんですけど、はい、そこにも少しお世話になりながらだったんですけど、はい、滝沢和子先生っていうね、はい、もう今80代90代近くになるのかな、そういう先生がいらっしゃって、なんかこう佇まい先生の佇まいだけでなんかこう癒されるというか、埋めちゃうんじゃないかみたいななんかあ、こんな方ってやっぱいるんだなとか、なんかそのね、吉村院ではその男性の吉村先生の強さ、命に対する揺るぎないこの思い、ゴロゴロするなよ、はい、ビクビクするなよ、パクパクするなよっていうね、なんかこう強さの部分を見せてもらったんですけど、はい、その滝沢助産院ではあの女の人が持つ包容力とか優しさとか、本当に人が醸し出すこの、まあ、よく言うねオーラみたいなところで、人ってこう空間が変わっちゃうんだろうなっていうような、そんな体験もさせてもらいましたね、はいはいはい、でもまだ沖縄にはまだ行ってないそうで、ね、でまだその前次は、はい、あの旦那さんが脱サラをするっていうことになって、はい、はい、そうですよね。で、脱サラをして、じゃあ次どこ行こうかって言った時にちょうど311前後だったので、ね、福井県はまた原子力も多いところだったのでね、ちょっと少し西の方にっていうので島根に移住して、そこで古民家で山暮らしをしていましたそうなんですね山で、はいはいはい、そこでは五右衛門風呂があって、はい、猿とか、そうね、イノシシとか、猿とね会話したんですよ。会話っていうか会話じゃないな、これぐらいの本当に今咲子さんみたいな距離に猿がいて、なんか畑のね作物を取っていくんですよ、猿が賢いから。でちょっとこいつちょっと一回懲らしめないとと思って猿がこうねそこにいたからこらとかって言ったら、なんか猿がねキーっていう、なんか俺怖いんですよね猿って、怖いですよ、ね、もうすごい、はい、あで本能的にあ負けると思ったんですよ。このままじゃ多分殺されると思って、あでもここで引き下がるとと思いながら、でもここでなんか攻撃的な態度を出すといけないから、はい、あこれはちょっとこうね畑のものも、もともとはその猿のものだったかもしれないのに、私たちがね勝手にこれは畑だぞとか人間の土地だぞっていうようなところを線引きをしたから、それは申し訳なかったねと思ってあこれはちょっと慈悲の目でこうこの猿と対話してみようと思ったら、はいはい、猿とね目線でこう会話するわけですよ。申し訳ございませんでしたと。そしたらね、私のこう感覚だけど猿がね、分かったかと許された感じで、うん、で猿もね、猿だけにこう去っていったというか、急にぶっこんできました、ね。なんかこう後ろをまた猿が振り向いて、もう一度分かったかみたいな感じで行ってしまわれたというような、はい、そんなエピソードもありながら、うん、そっかそっか、人間も動物とこう対話できるし、でもそういうふうに対話できるような状況になってるんだなっていうのもちょっと感じたところでございます。悟りをドラマがたくさんありますね、そういうふうに持っててるだけなんですよね体験をね、はい、そんな感じでした、うん、でその後ようやく沖縄に、はい、島根に移住した時にちょうど私は最初南部の特集会の方からお声がかかって、アルバイトしないって言われて、で南部の特集会に助産師としてアルバイトをして、はい、しに来ました。でちょうどその時に今も嘱託医としてお世話になっている沖縄市のユークリニックってところがあるんですけど、はい、そこがなんかどうやら会員したらしいと。はははで、ちょうどその時に今から何年前ぐらい、今からね6年ぐらい、5、6年前かな、はい、英曲も知ってる松浦照子さんとか、はいはいはい、そういう助産師、自然な
サンバ仲間も沖縄入りしてて、はい、一緒に挨拶に行こうよって言って、そのゆいクリニックに挨拶に行った時に、はい、なんか南部の特集会でアルバイトしてるんだったらこっちでもどうっていうので、直接声かけて、ええもういただいて、で2週間沖縄で住み、2週間島根で住みっていう、あの そんな生活を2年ぐらい、あそうだったんですね、はいはい、へー、はい、させていただきました。なるほどですね。うん、うん、であのもう沖縄の方がなんかいいなと思って、この島根のこう自然の中で四季折々の中の生活もとってもいいけども、やっぱり私のこのベースの中で命っていうところに対してあの嘘をつきたくないっていう部分があって、どうしても島根ではあの病院しかなかったので、うん、本当に今ただただ本当に普通にあるその病院のお産っていうのが自分には合わなかったので、はいはいはい、あのちょっとまだね、あの自分自身がこの心地よく働ける環境のところに行った方がいいなと思って、私は沖縄に行くけどついてくる、どうするっていうふうに、はい、あの旦那に問いかけて、はい、旦那がついてきてくれることになりました。なるほどですね、はい、去ることはなかった、去ることはなかった、どっちでも本当に良かったんですけど。そうなんですか。いやいやいや、そんなことはないんですよ。でもそれぐらいの気持ちじゃないといけない、もうあのいけないっていうか、もう命に対してはあの嘘をつけないなっていうので、はい、こっちに、ね、はい、来ることを私は選んじゃった。はい、なるほど。はい、いいです。ちょっとお話好きなところなんですけど、はい、一旦ちょっと一度 CM 入らせてもらって、はい、また後半引き続き、はいはい、よろしくお願いします。はい、一旦 CM 入ります。はい、今井パンは地域に根ざしたパン屋さん。わあ、発酵バター使用のクロワッサン、 EM 牛乳のカスタードフレンチトースト、沖縄の世界遺産をモチーフにしたオリジナルのお菓子まで、あなたの毎日に寄り添う今井パン。今井パンは那覇市マージ本店古島店であなたをお待ちしております。買いたいんだもん福島ス。宜野湾市社会福祉協議会チャリティーボウリング、4月から9月の間開催、収益は福祉バス購入に充てられます。詳細はホームページまたはブログにて、お問い合わせは 892-6525。 ご協力よろしくお願いします。宜野湾社協。つけ麺つるつる、つけ麺つるつる、つけて食べてます。サンド、つけ麺もちもち、つけ麺もちもち、種類が豊富でレジマトン。夢の屋で検索。足場組み立て、解体、飛び工事の大都工業、沖縄のさまざまな現場で活躍します。随時従業員募集中。君も男の現場でかっこよく働こう。初心者も一から丁寧に教えます。お問い合わせは 090-1948-1197。 足場組み立て、解体、飛び工事の大都工業。宮古島に行くなら民宿一泊目がおすすめ。レンタカーもついて、一棟貸しだから気分はもう別荘。大自然に囲まれて海も星空も思う存分に楽しめるよ。空港までの送迎もあるみたいだから便利だね。宮古島一泊目で検索してね。ここいいだろ、アジア料理のお店。アートギャラリーもあって展示会もやってんだ。気に入ったねえ、 LINE で返事すんのやめないか。心奪われるお店アートバブー。アートギャラリーのあるカフェ&バーでお腹も心も満たします。横浜中華街アートバブー。はい、屋根と漆喰のことなら株式会社シュレホームがお送りしています。あの河原職員のヒーローにインタビューの時間です。はい、前半に引き続き、はい、あの今日のゲストさんは、出産サンバステーションうるま助産院結び屋の板垣文江さんにお越しいただいております。はい、はいはい、あれですね、本当にこの出産って一言で言っても、うん、生まれる時だけにこのなんですか、立ち会ってサポートするっていうわけでもないじゃないですか、うん、その生まれる前段階から一つの家族に関わらせてもらって、それを通して生まれる後までこうケアするって考えたら、なんていうんですかね、その出産自体もちょっと人知を超えたちょっと神秘的なことですし、はいはい、
なんかその一個一個の家族の、ドラマがね、ドラマがやっぱ、あるのかなと思いますし、なんかそのあたりについてなんかこう働いてて感じるものとかどうだったのかなと思うんですけど、まさにその通りで、私あの去年の11月に開業させていただいて、で一番最初の自宅出産がね、あのエリキさんのところの、あ、そっか、うちが一番最初だったんですけど、あ、そうですよねお産だったんですね。でも本当今で5件6件ぐらい、あのサポートさせていただいて、今までの働き方と違うのは、本当にその妊娠中からその方たちに関わることで家族の関係だったりとか、ね、命に対する思いとか夫に対する思いとか、なんかね、そういうのをあのつぶさに聞かさせ、ね、聞いてみて、なんていうのかな、その方たちの人生の一番大事なところにいることで、なんか自分もなんか2倍も3倍もなんか一緒に生きてる感じがすごいするなっていう感じになりました。で、ただ産む時だけじゃなくて、その妊娠中からあのね、これ体を整えたり心を整えたりすることで、あ、なんかこう一番感じたことは、こう自分自身がやってるのはただ生まれ、なんていうかな、場作りとか空間作りとか、そういうので、あの生まれる、ね、方はお腹の中にいるし、産む方はお母さんだから、なんかその方たちが最大限に力を発揮できるような場を作るっていうお仕事を多分してるんだろうなっていう感じが、します、でも本当にね、面白いわけ、妊娠中から関わってね、あの お名前出していいの、あ、全然もう、ね、あの、あ、舞ちゃんのお考えはこうなんで、うちの妻ですね、こういうふうにこう感じてるんだなとか、エリキ君はこんなふうな反応するんだなっていうのをね、どん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 見ていく中で、この流れっていうのがこう分かってくるっていう感じで、なんかそれは本当に一家族一家族、全然このテーマが違ったりはするんだけど、なんかすごく大事なところにいるなっていうのは、思いますね、なんてありがたい仕事をしてるんだろうっていう、本当そうですよね、その家族ごとにとっての大イベントですしね、気づきは多いですよね。でも自宅出産って、あの本当に旦那さんが協力してくれないと無理ですよね。無理です、無理。病院だと、結構あの、ね、1週間ぐらい入院して、その間ね、あの、看護師さんが全部やってくれるんですけど、だから受ける前提、自宅出産を受けるって時に、あの必ず旦那さんのサポートとか家族のサポートはありますかってないと、多分あなただけのことじゃないし、あのできづらいと思うから、ちょっともう一回考えてみるっていう感じで、あの返すことがあります。まあそうですよね、だけども多分全員ではないにしても、なんかその自宅出産に憧れる層ってやっぱあるような気はするんですよ。でもやっぱリスクとかもあれば、そうですね、リアルなとこも晴らさなきゃいけないですもんね。もう実際にあの今回あったケースなんですけども、自宅出産しようねとはお伝えしてたんですけども、少しあの妊娠経過中にあの一度心音がなんかゆっくり不利になってしまうケースがあって、すぐに立ち上がって、あの病院であればまあ大丈夫だよねって見れる範囲なんだけど、あのこれが自宅に置いた時に、やっぱりあの自宅からその食卓にまあ移動しないといけないとか、もし本当に赤ちゃんがシビアな状態だったら大きな病院に移動しないといけないというようなことも考えられるんですね。でその両天秤の中で、私ができることっていうのは限られているので、だからそこを、まあ、さっき言った正常からの逸脱っていうんだけど、あのそこがあったので、ちょっと自宅は断念して、でもお産は私がサポートするからねっていうオープンシステムっていうんですけど、ゆうクリニックを、まああのね、分娩室を自宅のように借りて、
て、今まで妊娠中見てきた助産師と一緒にお産をしようっていうようなシステムがあるんです。あ、なるほどですね、うん、そんないいです ね, ね, ねだからその最初に多分お産する人も初めましての助産師さんに体を触ってもらったりとかするよりもずっと知ってる助産師さんだったらやっぱり細胞って触られると分かるというか分かるんじゃないのかなと私は思っていて、はい、なんていうかな、心とか体が開きやすいような気がします。知ってる人の方がなんでそどんなでしたかね実際に、ね、見ててね変にドキッとしました、ね、でもあれですよね、はい、病院だと看護師さんの名前とか覚えてないです。わからないと先生ぐらいしか。ああそうでしたか。先生もで産むとき変わったりするんですよね。ですね、だからね覚えてくれてるよね。はい、そうですね、覚えてますね。まあ、だから今日ゲストさんにお呼びしたんですけど。ありがとうございます。でも本当にそのなんていうか出産ってその。なんか嘘もつけないというか、その感じてることがそのまま出るじゃないですか。でなんかすごい体験として感じたことですけど、まあ、1人目 の, その長男が生まれた時とかも、うちの子なんか両方とも 4000g オーバーで出てきてて、謎に大きいんですけど臨月入ったぐらいで逆子になっちゃったんですよ。でやっぱり普通の病院からしたらもう帝王切開ですねっていうの、まあ、それこそユクニックさんでもちょっと難しいかもしれないですねみたいな話もあって、まあ、そんな時なんかちょっとアドバイスというか、助産師さんがね、そうですね、でなんかいろんな方からアドバイスを受けて、なんか逆子っていうのはなんか親子関係、ちょっと見直す必要があるかもよみたいなことを言われて、で自分たちの僕は僕の親で妻は妻のご両親とは仲良かったんですけど、でもお互いのこう親とはどうっていうところを見たら、あんま関係が良くなかったもんでして、ちょっとドキッてするところがあって、まあそれでちょっといろいろコミュニケーション改善にこういろいろ努めたところがあって、でうちの妻も僕の両親に対していろいろなんかそうですねコミュニケーションを取ってとかいろいろあったんですけど、でそれを午前中して午後検診行ったら普通に戻ってたねとかですね。なんかあとなんかケツ、何でしたっけ、なんかありましたよね、一回このまま行ったらちょっと出産、自宅出産難しいねみたいな、なんか予定日、血圧、血圧ん何でしたっけ、鉄分の量で、ああそうそう、貧血とかもあまりにも低いと出血の可能性とかもあるので対応しきれないんですね、はいはいはい、自宅だともちろん点滴類とかも食卓医からのオーダーをもらっては持っていくんですけども、輸血とかはできないじゃないですか、はいはいはい、だから貧血が出ないように体をとにかく自宅で埋める体と心をお母さんも家族も一緒に一丸となってやっていかないといけないっていう、感じで、なんか、ね、お任せじゃないんだよね、はいはいはい、まあ、そこでもやっぱりいろんな、今度は母親と の, この出てきたりとかして、なんかこの子供というか出産を通して家族全体をこう見直すきっかけになったというか、いや本当にね、赤ちゃんがなさること、なさるってもう尊敬語使いたいんですけどなさることのすごさって本当に何て言うかな、恐れ入りましたっていうことばっかりです、はいはい、もうエレキ君のとこだけじゃなくて他の家族に関してもそうだよねっていうエピソードには、私本書こうかなって思うぐらい、本当そうですよねもう一家族、一家族のドラマがあるので、はいはい、本当は、書きたいぐらいだなと思って、なるほどですね、でもそれは気づかずにお薬とかそういうので蓋をしてしまうんじゃなくて、赤ちゃんからのメッセージをこういうことだよということで、なんか受け取る力があってそれに対応したんだよね、
だからそれが良かったんだろうなと思って、本来は気づかずにもうただ貧血だったらはい薬ねって逆子だったらはいって陽性会ねって終わっちゃうんだけど、やっぱり一つ一つの現象には命がすることなさることっていうには意味が あるんだなっていう感じで、それを受け取れるこの心の繊細さというか、はい、そういうのは忘れない方がいいんだろうなっていうのは思います。なるほどですね、うんうん、なんかちょっと話変わってしまってあれなんですけど、うん、僕らも屋根作業なんで高所作業、うん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 、割と、うん、どちらかというと結構命かかる関係の仕事なんですけど、うん、前なんか東京タワーの話聞いたことがあって、うん、東京タワー、東京タワー作りにあたって、うんうんうん、まあすごい高いじゃないですか、うんうんうん、当時足場もちゃんとしたのがなくて、うん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 、クレーン車とかもそんなのないので、うんうん、本当にこんなんで大丈夫っていうようなこの、うん人が釣り上げられて写真を見たんですよ、ええ、本当にこれ大丈夫なのって、今だったら完全アウトの世界でやってた時代ですよ、うんうんうん、で作業員が片手でロープ持って、うん、こんな風で揺れる中、うん、資材持って上上がって組み立てていくんですよ。もう当時のその工事って結構人がもう何人も死ぬのが当たり前みたいな世界 で東京タワーやってた時に、うんうんうん、なんか話をちょっと聞いたんですよ、うんうんうん、そこ あのどういう風にやってたかみたいな、うんうんうん、で、その工事作業です亡くなった方ってゼロなんですよ、うんうん、ですごい奇跡の工事って言われてるんですけど、うんうんうん、でそこでなんかやってたのがなんか朝礼で朝なんか、うん、昨晩家族で夫婦喧嘩したやつ手挙げろって言われて、うん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 、手挙げた人はその上に上がらせられなかったらしいんですよ。逆にちょっと二日酔いとかのは上げたらしくて、それだけ夫婦関係とか、うん、とか家族関係が現象面に出るみたいな話は聞いてたんですよ、ね、なんかそれとその結構自分あごめん自分の中ですよ、いいよいいよいいよ出産の感じ、うん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 、やっぱそのリンクするものがすごいあるなというか、結局その出産で気づけないとしても他の現象でもやっぱ気づくまではなんかこういろいろ同じことがね、なんか出てくるんだろうなって思って、特にこうお産の場面とかこう生死に関わる時ってそれが出やすい、あなたの問題はこれよっていうので出るんだろうなと思いますね。だからこう妊娠中からこう整えていくっていうことがね、大事なんだろうなと思って、うん、でもちろんその、ね、ご家族自身がその自分自身 の, このドロドロした部分も清らかな部分もどんどん認めていて整えるし、また立ち会う自分たち自身も整えていくっていうこともやっぱりお産の場ってすごい神聖なので、うん、大事なんだなっていうのは、はいはいはい、うん、感じました。そうですよね、本当に産場ですよね、なんというかそのなんか多分いろんなのが入ってくるじゃないですか、カウンセリング的なところも入ってくると思いますし、うん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 、そうですね、はい、実際にお産の時どうでしたか実際ですか、まあでもやっぱりそのドロドロした部分とかも見せれるからこそ、実際のそのいざっていう時に信頼関係ができるというか、出産に関して僕らはもう何ですか、超初心者ですし、いやいや2回もでもそのなんか見にくいところとかも見てもらってるからこそこうなんか全信頼を置けるというか、そう言われるのもはいはいってこうやってましたけど、ありがとうございます。結構もう本当に役に立ったんです。いや本当に出産の時って、うん、旦那さんって役に立たないですよね。役に立たないですよね。ね、そうですね。そういう場面も多いかもしれないけど、いやそれが多分 80% ぐらいも役に立たないんじゃないですか。かもしれないね。多分お一人身の時はそうです。ウニダメだったんですよ。ね、立ち会いも仕事でできなかったので、ねね、そのリベンジ的なところもあったんですよ、ね。でも舞ちゃんが本当さん幸せだったって、ね、おっしゃってたし、長男さんも旦那さんもいる中で、こう産めたことっていうことへのなんか満足感っていうのは、うん、すごく、はいはい、うん、いいですね。ね、ね、あったんだよね。はいはいはい、うん、まあ途中で一瞬僕が爆睡してましたね。そうそう
そうね、でもね周りが寝るといいんですよ。その緊張して、はい、いつ来るかいつ来るかって思うよりも周りがこのなんかリラックスして眠るとなんかお母さん産婦さんもリラックスしていく、その陣痛の陣痛の合間寝て次いいホルモンが来るので、うん、いい お働きを、はい、してくださったと思います。学生してたのも意味があったんですね。あったんですね緊張してるときはこうはいはいみたいな感じでしたけど、そうそう慣れてくるとね、うん、でもどんどん声が上がってくるとね、あこううかうか知られないなみたいな感じで多分ね目が覚めてきて、はい、赤ちゃんがねあのその出てこのように出てくるときは覚えてます、うん、覚えてます。やっぱ長男が3歳なんですけど、うん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 、あの最初は何してるのか分かんないけど、うん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 、お母さん大丈夫みたいな感じだったのが、うんうん、出てきた瞬間何してたか全部理解したよ、うんうん、妹が出てきたよってさ ね本当にね、はい、そう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 、あの空間を思い出してきた、うん、そろそろ時間ね、本当ですね、はい、最後になんか、はい、その板垣さんにとってその出産とは何かみたいなのをちょっと言ってもらったら、多分これ一生助産師さん、産婆さん続けていく中でその出産とは何かとか命とは何かとかそういうのずっとずっとこう感じながら生きていくんだろうなって思うので、なんか答えっていうのは今の段階では明らかにはなってないんだけど、それをなんか見つけていくプロセスがあのきっと楽しいんだろうな、うん、喜びとなっていくんだろうなっていうふうには思います。なんだろう、でも、うん、生まれてくる新しく生まれてくる命を最大限優しくあったかくこうお迎えできて、あの世とこの世をねなんか結べたらいいなっていうので、ああそういう意味で結び屋さん、うん、結び屋さん、うん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 、うん、意味は聞いとけばよかったですね。ね。でもぜひその沖縄出産すごい多い県ですし、はい、なんていうか沖縄で唯一自宅出産対応されているっていうことも、今の正式には入ってですね。そうですね。興味がある方はお問い合わせいただければと思います。はい、市長産婆ステーションうるま助産院の結び屋板垣と申しますみたいな、はい、宣伝しました、はいはい、ぜひぜひ、はい、でも私たちは本当にあの絶滅危惧種のようなあの存在なんですけどお互いね、あそうですね、うちの河原も絶滅危惧種みたいな感じ、はい、なんですけど、なんとかこの大事な命の瞬間を、うん、まあ、残していけたらなっていうのも、うんうんうん、あります。はい、はい、ちょっとそろそろ話が尽きないところですが、はい、またね、ベース枠でお話ししましょうね。そうですね、はい、はいはい、本日のゲストさんは、はい、出張産婆ステーションうるま助産院結び屋の板垣文江さんにお越しいただきました。パーソナリティは株式会社シルホームの西島とFM 機能の作工でした、はいはい、ではまた来週、はい、ありがとうございました。